の活躍によりゼウスは復活、全世界を救う道筋がおぼろげながら見えてきた。オロチを倒し、彼の力が込められた腕輪でオーディンを撃つ。そのためにはゼウスの武器ケラウノスが必要だった。連合軍はケラウノスを奪ったロキのもとに向かう。ロキ、かつてのペルセウスに真田幸村は。幸村、お前はロキを友と呼んでいたな。今もその思いに変わりはないのか。はい、ペルセウス殿として過ごした時間のすべてが偽りだったとは、戦いの中で芽生えた信頼感も、時折見せられた悔しげな表情も。ほう、その友を討つことにためらいはないのか。譲れぬ信念があればぶつかり合うのは必定、友であればこそ。なるほど、幸村、お前は本当に強いのだな。オタクらの戦いはただの一対一じゃない。熱い信念と世の太平がかかってるってことか。良いのです、私が伝えたいだけですから。では参りましょう、ゼウス殿の武器を取り戻すために。ケラウノスを取り返しに来たか。全軍迎え撃て。またしてもあなたと我が闘志受け止めていただきます。敵の構えどこかで見たな。信玄謙信の戦略で腕輪を奪われた時と同じだろうや。全く同じ布陣、それじゃあ策は突き抜けだけど。ははーん、官兵衛殿、そういうことか。となれば宗則さんは南から進んでください。あ、例によって伏兵がいるからご用心。砕け散れ。伏兵がいるねえ、先に言われたんじゃどうにも閉まらないよ。お次は俺たちの伏兵に気を取られてる間に別方向から本陣奇襲ってことかな。ってなわけで敵の奇襲部隊を待ち伏せします。千葉城さん、兵を伏せて待機してて。ああ、分かった。カジュ、トガイ、行くぞ。さあ、これでどう。ファンベイ殿の誘導にはきっちり乗ってあげないとね。あなたならやってくれると信じていました。こんなところで負けちまうとは。存分に痛めてやる。共に来ないか。さすがです、あなたならばと思っておりました。まんまとここを通ったか。慌てふためくがいい。おっと、こいつはびっくりだ。なんて、しらじらしかったかね。何？伏兵を見抜いていたか。敵が伏兵に気を取られた隙に本陣をつけ。別動隊出よ。はーい、別動隊行ってくるわね。伏兵と奇襲、しかも兵の数が随分少ないな。
勝つ気なしというより俺たちに勝たせようとしるって感じだよね。さあ相手になるぞ。よう奇襲ご苦労さん、せっかくだが邪魔させてもらうぜ。はあ、どういうことよ。ちょっと勘弁さん、伏兵いるんですけど。なんてね、私もそれなりに頭がいいもの。兵士も多めに連れてきちゃってるし。うわ、思ってたより大群。お願い、手を貸してあげて。見破られていては勝ち目はない。ここはもうおじさんだけで大丈夫だよ。柱さんの救援に行ってやってくれないかい。ダッキちゃんが大変や。うちが低下してる。まとめや。手のかかる。だがここで恩を売っておくのも悪くない。我らの力を示すのだ。変身しましょう。あなたならやってくれると信じていました。一緒にダッキちゃん助けてくれて大きに。紹介のおっちゃん案外優しいんやな。話はおっちゃんではない。それと恩を売るのは芝生殿へだ。うちを騙したんか。こんないたいけな子。鬼悪魔紹介にしてはやるな。これで邪魔な奴らを消しやすくなった。いや、逃げられぬ。出会えたか。奴らを粉砕してやれ。砕け散れ。粉々に噛み砕いてやる。あなたならばと思っておりました。その調子その調子。北と南の戦線はこっちが優先、残るは中央。でも真田兄弟に任せておけば心配なしと。我ら兄弟の絆で敵を打ち払ってみせましょう。示すのだ。そうしてみましょう。紹介だ、ご無事か。あなたに助けられると。いえ、礼は言います。一応敵は我らの策を防ぐため兵を割く。本陣の守りが薄い今が好機。なになに、本陣を攻めりゃいいってこと。そんじゃ行ってくるぜ。撃ち取った。行くぞ雪村。兄上、真田の戦我らで示しましょう。孫悟空が敗れては我らに道はなし。清盛殿、火星に行かなくてもよろしい。火星に出向いた我が輩を愛護より許す。見すぎたか。官兵衛殿気づかれちゃったか。じゃあ全軍中央の敵へ進軍開始。すごい、三日月よ、これぞ神の力。やるな。無能でないのは何もまさか。昨日懐に入り込み撃つ機会を狙っていたとか。紹介だ。よくぞ辛い任務に耐え抜かれた。まあ私にとっては大したことはありません。面倒だったら芝生殿が恩を受けたりした。我が輩が頑強な壁捨てて跳ね返してくれる。
その調子、その調子。よし、我らの力を示すのだ。敵の体に挑もうぜ。本気で勝負と行こうか。ロキ殿、参ります。それにしてもファンレイ殿ってば面強いよね。ダッキーにずーっとこき使われて辛くなかった？牢獄に囚われていると思えば耐えられるものだ。ロキ殿、私たちを裏切ってでも貫かねばならぬ思いがあった。任せるがよい。我らの友情はもっと深いところにある。刃を交えようと断ち切れぬ絆があると信じている。私を差し置いてみますといい度胸。雪村さんが先走らないか心配だったけど、さすがは真田兄弟、息ぴったりだったね。そう見えていたのならよかった。雪村の足を引っ張ってない。不安だったな。官兵衛殿、全部お宅の筋書き通りかい？軍師ってのは怖いもんだね。兵のような人間こそ読みづらく怖いし、また味方となる不安でしょう。なかなかやりますな。培ってきた武勇見せてやる。
俺が行くしかねえ。勝負だ。培ってきた武勇見せてやる。嘘だ。負けるなんて。私は君を裏切った。恨んでいるだろう。いいえ、ヤス、こちらにも譲れない信念があります。刃を交わさざるを得ないのであれば、友として私が戦いたいのです。任せるがよい。その武力、天下無双か。あなたならやってくれると信じていました。力負けするなんて。なんと圧倒的な力だ。その方、見事と言えましょう。一歩も動くな。砕け散れ。ここまで抗うとは驚いたな。次に会う時まで、その命預けておこう。潔く負けを認めよう。望みのものはここだ。ゼウス殿の武器、ロキ殿。雪村、ロキと刃を交わしてみて。強い願いと、そして迷いを感じました。ロキ殿はかつてある方への復讐を望んでいるとおっしゃっていました。ふん、このまま行けば全てが滅びる。確かにその復讐相手とやらも消えるかもしれぬが。あまりにも非効率だな。そんなことのために人の栄達の道を途絶えさせないでもらいたいものだ。紹介、ご苦労だったな。おかげで助かったぜ。あれぐらい私にとっては大したことではありません。官兵衛殿、やっとこっちに来てくれたね。実は本気であっちについてるんじゃないかな。バカなことを。ま、長い間お疲れ様。これからは世界を救うために。私は選ばれた人間、正式だ。火種は絶やさねばな。ほう、いいぞ。わしのケラウノスを取り戻してくれて感謝するぞ。やはりお前たちの力と知恵は素晴らしい。神を討つ準備は整った。だが、その前に魔王を討たねばならぬの。オロチね。倒すのに異論はありませんが、一体どこにいるっていう。破壊神の元へ向かえ。さすれば、奴も現れぬ。オロチは己を滅ぼす強者を求めている。うん。破壊神を倒せばユグドラシルの生成も阻止できる。うん。よろしく頼むぞ、オロチ。またお主と戦うことに。戦場を混沌で染め上げてやろう。